レアルソルトレイクはアメリカ合衆国の西部ユタ州の州都ソルトレイクシティにホームを置くサッカークラブであるメジャーリーグサッカー所属創設は2005年で同年からメジャーリーグサッカーに参加した比較的新しいクラブであるスタジアムは2008年度シーズン半ばまでユタ大学内にあるライスエクルズスタジアムを使用していたが 2008年10月9日の試合以降はサッカー専用のリオティントスタジアムを使用している。名前のリアルはスペインのサッカークラブ、特にレアルマドリードを意識してオーナーが名付けたものである。2009年 MLS カップにおいてデビッド・ベッカム、ランドン・ドノバンを擁するロサンゼルス・ギャラクシーを PK 戦の末に破り、初タイトルを獲得する。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。1選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。1選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。1選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。リアルソルトレク。mlssoccr.com、ER. 2013年10月31日閲覧。リアルソルトレイク2012メディアガイド。P32013 年10月31日閲覧。公式ウェブサイト。ありがとうございます。